どうもー、犯罪者でーす。今日とんでもない、事件に巻き込まれまして、ちょっと聞いてもらってもいいですか。大阪の、某雑貨店、まあでっかい雑貨店ですよ。もう7階8階建てぐらいのでっかい雑貨店、まあそう言いますと結構ね絞られてくるんですけども、その雑貨店で僕ちょっと買い物してまして、ちょっとねハロウィングッズとかあったんでちょっと僕ブラブラ見てたんですよね。ほんなら隣に、女子高生がいまして、その女子高生もなんかハロウィングッズを見ている、するとですね、その女子高生の真後ろに40歳ぐらいですかね、おっちゃんがもうピタッともう真後ろに立ってるんですよ。うわ近いなぁ思って、そんなパッて見たら、おっちゃんカバンを持ってて、カバンをね、女子高生の足元の方にこう近づけてるんですよ。なんやと思ったら、その、カバンのとこ、チャックがちょっと開いてて、そっからね、カメラの、ビデオカメラのレンズがこう、チラッと見えたんですよ。うわ、これ盗撮やと思って。ほんで、おっちゃんとパッと目が合ったんですよね。ほんで、おっちゃん、ブワー逃げていって、うわ、これどうしよう、追っかけなあかんと思ったけど、まあ、僕、でっかい荷物持ってたんで、その女子高生に、うわ、盗撮、盗撮、カメラ、カメラ言うて、カバンちょっと預けて、僕、ブワー追っかけたんですよね。ほな、まあ、向こうもめちゃくちゃ必死っすわ。まあ、捕まったらもう終わりですから。ブワー逃げていった。ほんで、週末もあって、人混みがすごかったんですよね。ほんで、もうそのおっちゃんに逃げられてしまって、もう結構5分ぐらい追っかけたんですけども、もう向こうも必死なんで逃げられてしまいまして、で、僕、その女子高生のとこ、カバン預けてたんで、戻ったんですよ。ほんで、戻ったら、なんか店内がね、こう、ざわざわしてるんですよね。ほんで、その女子高生の方に行ったら、その女子高生と、その店員と、警備員がおったんですよ。わ、もうえらい騒ぎになってるんやと思ったら、女子高生が急に僕の方指さしてきて、この人ですって言ってきたんですよ。え、なになにと思ったら、警備員にちょっと来てもらってもいいですかって言って、裏の警備員室みたいなのを僕連れて行かれたんですよ。ほんで、その警備員入りまして、もちろんその女子高生と、店員さんも一緒に入ってきました。え、なになになに、この人で間違いないな。はい、この人で間違いありません。この子が、君に盗撮された言うてるんやで。違う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 。いや、盗撮されてたから、僕がその盗撮さんを追っかけたんです。言うても、何をわけのわからんこと言うとんねんって。証拠があんねんぞ、って言って、僕のカバン預けてたでしょ?そのカバンをバーッ出してきて、これやって言ってカバンチャック開けて、ビデオカメラを出していたんですよね。いや、僕常に持ってるんですよね、ビデオカメラは。まあ、YouTube されてる方ならわかると思いますけども、ビデオカメラは絶対常に持ってるんですよね。そのことを言っても、もう拉致があかんってことで、警察を、呼ばれました。ほんでまあ5分後ぐらいに警察来まして、警備員が警察にね、こう事情を説明して、ほんで警察官が、事情を聞いたけど、このカメラで撮ったっていうのは間違いないねんな、言われて、違うと。僕はそのカメラは常に持ち歩いてるんですって、常にみたいな、常習犯かみたいな感じになって、違う、YouTube でみたいな言いましたけど、もう何も伝わらないですよね。ほんだら、その女子高生が急に泣き出して、この人です!だってこの人が私に盗撮とかカメラとか言ってなんか逃げていったもんって、いや、言うたよ!いや、確かに言うたよ、俺。ね。もう時間なかったからね。もうカメラとか盗撮とか短い単語で伝えて、カバン渡して追っかけていったよ。おかしいやん。おかしいやん。俺が盗撮犯やったとしたら、なんで自らその女の子に、カメラ、盗撮、言って、カバン渡して逃げていくねん。どんな盗撮犯や、それ。どんな盗撮犯や、それ。ほんだら、その警察官が、じゃあ念のために一応カメラの中見せてもらってもいいかなって言ってきたね。どうぞどうぞ、ゆっくり見てください。ここ、こうパカッと開けて、ここ押してこうやって見るんですって渡して。覚えとけよと。これで何もなかったら分かってるよなぁ思ってこう待ってたんですよね。ほんだら、君これなんや、どういうことやみたいな言われて、何々と思ったけど、僕あれなんですよ。SD カードの中の動画まだ消してなかったんですよ、今まで撮ったやつ。だから後輩を裸にして、パンティー被らせて、交番の前に置き去りにした動画とか、台風の中、サランラップぐるぐる巻きにして、雨の中、街中で、濡れへんぞって叫んでる動画とか見られて、君普段何してんねやって怒られて、あーすいません言うて、違うんですが、YouTube でみたいな感じで説明して、今回はまあ勘違いやったけど、これはこれでお前あかんぞって言われて、あーすいませんって、いやすいませんやらへん。なんで謝らないから関係あらへん、今回の件と。腹立つわー。もう絶対人助けせえへんからな。もうその女子高生も、すいませんでした、みたいな見てたけど、なんかこいついつかしよるぞ、みたいな目で見とったからね。もう絶対せえへん。もう盗撮してる奴おっても絶対捕まえへん。されたらええねん。もうほんま腹立つわ、あの店。覚えとけよ。もう閉店後シャッターの前でうんこしたるからな。覚えとけ。はい、ということでね、盗撮犯に間違われた話でした。ありがとうございます。覚えとけよ。